ロックフェスティバル2024で、ナンバーアンダーライン愛の、バナナが忘れられない。岸くんと神宮寺くんの美しい姿もステージを彩り、翔くんのキラキラとした存在感が、さらにステージを特別なものにしていました。ロッキン一重飲用婦フェスティバル2024の熱狂と感動は、音楽ファンにとって一生忘れられない瞬間となりました。特に話題となったのは、愛知出身の平野翔さんがメンバーの一員である、 ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスです。このグループは若者だけでなく、幅広い年齢層に支持されており、彼らのステージハマさに圧巻でした。観客は一瞬にして彼らの世界に引き込まれ、その瞬間がまるで魔法のように感じられました。フェスティバル初日、私は運よく前方エリアのチケットを手に入れることができました。ステージが始まる前の期待感と興奮は言葉にできないほどで、 観客全体が高揚感に包まれていました。そして、最初の曲、GOAT の MV がモニターに映し出された瞬間、会場は一瞬で歓声に包まれました。男性観客が多く、大学生から年配の方まで、様々な世代が一緒に楽しんでいる光景は、音楽の力を改めて感じさせてくれました。音楽が私たちの人生に与える影響は計り知れません。特に、 フェスティバルのような場で体験する音楽は、その瞬間だけでなく、その後の人生にも深い印象を残すことがあります。ロッキンフェスティバル2024でのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを通じて感じた感動は、まさにその一例です。彼らの音楽は単なるメロディーや歌詞の集合ではなく、私たちの心に直接訴えかける力を持っています。思い返せば、フェスティバルに参加すること自体が一つの冒険のようなものでした。 音楽が好きで、フェスに参加するという決断をした私たちですが、その体験がもたらすものがここまで深いものになるとは予想していなかったかもしれません。音楽は、私たちの日常の中でしばしばバックグラウンドに存在し、時には気づかないうちに私たちの感情に影響を与えています。しかし、フェスティバルのような場では、音楽が主役となり、私たちはその一部となるのです。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、 まさに圧倒的でした。彼らのダンススキルはもちろんのこと、歌声の美しさ、観客とのコミュニケーション能力、そしてステージ全体を盛り上げる力は、一流のエンターテイナーとしての証明でした。特に、岸くんの美声が多くの人々の心に響いたようで、私の友人も彼のパフォーマンスに感銘を受けていました。彼女はフェス好きで、これまでに多くのアーティストを見てきましたが、 ナンバーアンダーライン愛のステージには特別な何かがあったと言っていました。それは、音楽そのものが持つ力と、彼らが観客に与えるポジティブなエネルギーが絶妙に融合していたからでしょう。また、ステージが進むにつれて、観客と一体となって盛り上がる様子が見られました。私自身、彼らの音楽に対する情熱と、それを共有する喜びを強く感じました。特に、バナナという曲のパフォーマンスでは、 岸くんがリードする部分が非常に印象的で、観客全体がそのリズムに合わせて体を揺らしていました。神宮寺くんの美しい姿もステージを彩り、翔くんのキラキラとした存在感が、さらにステージを特別なものにしていました。このフェスティバルは、暑さが厳しい日でもありました。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスが終わった後、体調を崩された方もいたようですが、 それでも彼らのステージを見たいという熱意が会場全体を包んでいました。サマソニのような他のフェスでも、同様に暑さが予想されますが、観客には水分補給と休憩をしっかりと取ることが求められます。音楽を楽しむことは大切ですが、健康を第一に考えることが、フェスティバルを最大限に楽しむための鍵となります。ステージの上で繰り広げられるパフォーマンスは、 アーティストたちの感情やメッセージが凝縮された瞬間の連続です。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが汗を流しながらも楽しそうに歌い踊る姿は、まさにその象徴でした。彼らが感じている楽しさや情熱が、そのまま観客に伝わってきて、一体感が生まれる瞬間を何度も感じました。それは、まるで私たちも彼らと一緒にステージに立っているような感覚であり、 音楽が持つ力の大きさを改めて実感させられました。さらに、フェスティバルの特別な雰囲気も、この体験を一層深く印象づける要因となりました。炎天下での熱気、周りの人々の笑顔、そして音楽に合わせて体を揺らす無数の観客。これらすべてが一つの大きなムーブメントとなり、私たちはその一部であることを実感しました。音楽は、言葉や文化の壁を越えて、 私たちを一つに結びつける力を持っています。そして、フェスティバルのような場は、その力を最大限に発揮する場所であると言えるでしょう。また、フェスティバル後に感じた余韻も特筆すべきものです。パフォーマンスが終わった後、帰り道や翌日の朝、私たちの心にはまだ音楽が鳴り響いていました。それは、音楽が単なる一過性のエンターテイメントではなく、 私たちの人生に深く刻まれるものであることを示しています。何度も繰り返し聴いたあの曲、ステージ上での輝く姿、そしてその瞬間に感じた感情は、これからも私たちの記憶に残り続けることでしょう。このように、音楽は私たちの日常に深く根付いていますが、それを再認識させてくれる場としてのフェスティバルの意義は非常に大きいと感じます。私たちは、日々の忙しさの中で、 音楽の持つ力やその影響を忘れてしまいがちです。しかし、フェスティバルという特別な場に身を置くことで、音楽の本当の力を改めて感じることができるのです。さらに、ナンバーアンダーライン愛のようなグループが持つ独自の魅力についても考えてみる価値があります。彼らは、ただ音楽を演奏するだけでなく、その背景にあるストーリーやメッセージを観客に伝えることができるアーティストです。その結果、 彼らの音楽は私たちの心に深く響き、その影響は長く続くのです。私は、音楽が私たちの人生に与える影響について、もっと深く考える必要があると感じています。音楽は、私たちを慰め、励まし、そして新しい視点を与えてくれるものです。フェスティバルでの体験は、その一例に過ぎませんが、それでもその影響は計り知れないものがあります。私たちは、 音楽を通じてどのように自分自身を表現していくのかを改めて考えるべきではないでしょうか。このように、ロッキンフェスティバルでの経験は、音楽の持つ力を再確認させてくれるものでした。そして、その中で感じた感動や喜びは、これからも私たちの心に残り続けることでしょう。あなたも、次のフェスティバルではどのような体験をし、どのような音楽に心を動かされるのか、 今から楽しみにしてみてはいかがでしょうか音楽があなたにとってどのような存在であり、それがどのように人生に影響を与えているのか、改めて考えてみる価値があるのではないでしょうかフェスの後も、多くの人々がナンバーアンダーラインアイの魅力について語り合っていました。彼らの音楽やパフォーマンスだけでなく、その人柄やステージ上での自然体な姿が、観客の心を捉えたようです。私自身も、 彼らのステージを見て、まっすぐに生きることの大切さを感じました。彼らの歌声と前向きなエネルギーが、自分の背中を押してくれたような気がしました。フェスティバルの余韻が冷めやらぬ中、私はふと、彼らが次にどのようなステージを見せてくれるのか、期待で胸が膨らみました。彼らの音楽は、単なるエンターテインメントを超えて、人生の一部として私たちに寄り添ってくれるものだと感じました。来年もまた、 彼らのパフォーマンスを生で見ることができるかもしれないという期待が、私の中に芽生えています。最後に、私たちは音楽を通じて、どのように他者とつながり、どのように自分自身を表現していくべきなのかを考えることが必要です。ナンバーアンダーラインアイのステージを通じて感じたこの一体感と共感は、私たちが日常生活で忘れがちな、つながりの重要性を再認識させてくれました。この経験を通じて、 私たちは音楽の持つ力と、それがもたらすポジティブな影響について、もっと深く考えてみる価値があるのではないでしょうか。そして、あなたはどう思いますか音楽は、私たちの人生にどのような影響を与えているのでしょうか音楽を通じて感じた感動や喜びは、どのようにして私たちの心に刻まれていくのでしょうか